GNOME Shell は GNOME 3.0の新しいグラフィカルシェルで2011年4月6日にリリースされ、それまで使われていた GNOME パネルを代替した。GNOME Shell ではデスクトップの上側にタスクバーがあり、左端にアクティビティ、中央に時計とカレンダー、右端に通知メニューとチャットメニューが表示される。アクティビティをクリックすると、 アクティビティオーバービューが起動される。ポインターを画面の左上の端に動かすだけでも起動されるようになっている。アクティビティオーバービューでは開かれているすべてのウィンドウが表示され、画面の左側にお気に入りのアプリケーション、そして上側には検索バーがあり、インストールされたアプリケーションを検索したり、ファイルやドキュメントを検索できる。バージョン3.4までは、 Google や Wikipedia でのウェブ検索もできるようになっていた。Translate Gnome Shell to your language.2011 年2月14日閲覧。w How I Do's Norm Shell Replace the Carrent Norm Panel. http://mail.nome.org スラッシュアーカイブスラッシュ g n o m e s h e l l l i s t スラッシュ 2010-marca1 スラッシュ msg00092.html2015 年10月19日閲覧ありがとうございます。